はい、どうもご利用さん、今回はアークサバイバルブルズこちらプレイチケットです。セリク、いきます。前回賢者の洞窟に行って、これ賢者のアーティファクト拾いました。ちょ待って、なんかティラノサウルス吠えてないか。大丈夫、すげえなんか大声聞こえたけど。おティラノサウルスおるやん。はぁ、76巻。うわ、こっち来た。殺すか。おっさんぐるれ。おめえ、オープニング取っとんじゃ悪い。うん、ティラノもマジで余裕で勝てるな、これ。これ、ゴリラ強すぎん、マジで。ザゴイ。死んどれ。食っとけ、そいつ。虫キャラ。あ、そうそう、賢者の洞窟で、賢者のアーティファクト取りましたと。アーティファクト系、俺どこに入れたんやろ。とりあえず中入れとこう。これがあると、ブルードマザーっていうボスと戦えるようになると、このアイテムがあるとね。あれ、もう一個、アーティファクトどこにあるんや。アーティファクトが、賢者、大物、あと、カリウドか。カリウドのその3つのアーティファクトがあると、ブルードマザーっていうボスとね、戦えるようになるんで。今回は、大物の洞窟っていうところのアーティファクトを取りたいと思います。で、そこのアーティファクトを取るには、グラップリングフックが必要なんで、ちょっとね、グラップリングフックをね、作っていきたいと思います。じゃあ、今日はそんな感じでやっていきましょう。それ、ゴー。ほんなら、まずね、グラップリングフック作っていきましょうか。あれ?ちょっとカリウドのアーティファクトマジどこや?アーティファクトこの3つないと、ボスと戦えへんのやけど。やべ、ベリーなくなってるってか。みんな食わしとこう。アフリカマイマイの飯心配やな。この前すげえ恐ろしいコメントがあってさ、ひたすら繁殖させて、食べ物やらずに繁殖だけさせるっていうすごい恐怖のコメントがあったよな。そしたらあいつらが餓死してもまた新しい命が生まれて、一生あいつらが減ることはないっていう。そうしたらどうですかっていう恐ろしいコメントがありました前回。さすがにね、ちょっと俺にも人の心があるんでそれはできませんでした。ほんで、カリウドのアーティファクトないんやが。アーティファクトなかったらまた取りに行かなか。クマ怖すぎ。クマかわいいな。ショートフェイスベア。え、誰か持っとんか?ショートフェイスベア。ショートフェイスベア、攻撃力高っ。ハモリ、リンチされてる。気づいたら。クマつかめんの?でっけ。ゴミが。あった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 、見つけれた。見落としてたな。カリウドのアーティファクト、ちゃんとあったわ。よかった。ちょっとアーティファクト同じとこに入れとこう。はい。カリウドと賢者。そして今日は大物を拾いに行くと。さあ、ほんで、グラップリングフックがないといかれへんので、グラップリングフックを作りましょう。なんかマグマらしい。あった、グラップリングフック。クロスボウで撃つことで周囲の物体や生物によじ登ることができる。攻撃ボタンでロープを手繰り寄せ、サブ攻撃ボタンで手繰り出し、しゃがむと切り離し、ジャンプ中に手繰り寄せると跳躍ができる。はあ、ちょっと難しいな。ちょっと練習が必要かもな。まあ、どうせ 10発ぐらい持ってっとくか。さあ、ほんで、これ弾は回収できんのかな、フックは。一発撃っちゃうと。で、これクロスボウにつけます。ちょっと一回練習したい。例えばじゃあ、ここは。あ、いけた。で、つながります。ほう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 。ほう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 。なるほどね。こうやって、移動ができると。あ、ちょ、なんか跳ねてる。で、右クリックは?あ、手繰り出しやから、ロープが長くなってんのね。あ、なるほどなるほどなるほど。すげえ。おー。すげえすげえすげえ、これだいぶええわ。で、しゃがみで切れたか。しゃがみで切るねんよな、確か。今紐切れた。よし、ほんなら行きますか。準備は整った。グラップリング服もうちょい作っとってもいいな。なんか今回以外にも普通に使えそう。ほんで、まあ、遠征メンバーやねんけど、ちょっとね変えようと思ってます。今回どうしようかな。ちょっとな、洞窟が割と今マップに映ってないぐらい右端にあるんよな。だから、アルゲンで飛んでって、ゴリラ一匹だけで行く。っていうのが、一番今回はええかもしれん。移動がないと結構しんどいんで。てか、アルゲンで行きましょう。近くまで。ほんで、エース一匹だけ連れていくと。ゴンザレスやね。もう確実に。恐竜っていうか、ゴリラ多いとやっぱね、洞窟は前の地獄のようなさ、消えたやん。あんな事件がまた起きちゃうんで、今回もゴンザレス一体で行きます。マイマイたちは食料ゲージ大丈夫かな?まあ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 、食料大丈夫そうやな。みんな600ぐらいあるやろ。よし。さーて、ゴンザレス1匹おったら多分な、余裕でいけるとは思うんやけどな。さあ、行くぞー。
ほんまにマップの右端ですね。沼地か、ここ。なんかすげえな、この先。すげえジャングルやねんけど。俺、この辺来たことあることになってるんやけど、来たことあんのかな、俺、ここ。あー、ユタラップとかか、このエリアは。まあまあまあ、安全やね。何も怖くねえ、ユタラップなんか。これなんやろ。ペイントブラシ、収納ボックス対すり鉢とすり釘、いらない。あー、すごい。頂上。鳥の声がいいですね。あの辺か。あの大陸やな。新しい島や。こいつ捕まえてえな。ケツアルコルトス。カルちゃんや、懐かしい。序盤カルちゃんクソ怖かったけどな。今じゃ敵じゃねえよ、こいつ。あ、すげえ、なんか。いいな、この辺の土地。なんか見やすい。装飾の世界や。あ、ユタラポッタ。こいつ殺しとく？ねえ、喧嘩売っとんけ。行ってこい、ゴリラ。ゴンザ強すぎる。マジで。うわっ、はぁ、アルファか。やっちゃう？爆走しとるけど、あいつ。アルファラプトレベル16ね。ちょっと行ってくるわ、アルケン。おーい。装飾をいじめるな。俺の目の前で、これ。これ。ザゴが。お前、もうええぞ。帰って。おーい。あいつアルファ？アルファやんね。なんかあんま煙出てねえな、こいつ。おい、アルファちゃん。モズコのちっちゃい版？え、なんかモスコープスめっちゃちっちゃいねんけど。え、お前、アルファやんな。どうしたアルファ。あ、来た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 。え、なんでモズコこんなちっちゃいん？かわいいねんけど。小モズコ。で、お前暴れすぎちょっと。おい。虫。虫けら。来い。えい。えい。えい。当たる前に攻撃。攻撃。攻撃。近づいてきたら攻撃振ってノックバックさせていく。おい、どこいしょ、わしょい、どこいしょ。一応小猿もさ、うんこ投げとんねんけど、もう余裕やんな。あ、もうダメージ差がやばいもんな、ほら。ちょの小モズコかわいすぎたんやけど、やばい。あ、もうかわいそうに。あ、俺がどついたやつか。あった。おめえも、ちょっとアイテム欲しいわ、おめえの。よし。いいよな、こいつ。機械落としてくれるから。電気系の。よし、行くぞ。海やー。なんかおるぞ、あそこ。え？え？ワニこんなでかかったっけ？ワニこんなでかかったんや。サルコスクス。大物の洞窟はこっちやね。え？え？なにこれ？バグ？え、なんかクラゲ浮いてんねんけど。え？え？ちょっと待って、ちょっと待って。バグってないか？え、恐竜降ってきた、上から。え、あいつでけえ！ティタノサウルス。え、ちょっと待って、体力、え？体力23万。ティタノサウルス、体力23万やねんけど。すっげえでけえぞ、こいつ。これが多分アークで一番でかい恐竜じゃないかな。ティタノ。やば、なんか岩みたいやな。ごっつごつ。さあ、洞窟はどこや？なんかこの変な気するぞ。あ、あった。さあ、行きますか、大物の洞窟。うわ、アルゲンはとりあえず死ぬなよ、お前。死なれたら困るから逃走にしとくか。パッシブ、パッシブ逃走。これでアルゲンは敵に襲われたら逃げるようになりました。では行ってきます、大物の洞窟。まあ、体力でいいかな。よし。行くぞ！溶岩。小氷と共に。暗っ。え、結構暗いこれ。これちょっと、あれやな。タイマーじゃないと無理や。こん暗さ。一旦タイム作りましょう。よし、タイム修理しました。怖え、心細う！もうあいつらがさ、11匹おったからさ。あー、これ熱いんか。やっぱマグマやから金属つけれんか。やめて、そもそも装備がつけれんぞ、これ。あ、これギリースーツじゃないと無理か、もしかして。熱すぎて入れへん、中にそもそも。
ギリースーツで着たよかった。布か？暑さをしのぐね。あー、布か。布は暑さしのげるらしいね。やばい、ゴミみたいな装備や。いけるんか、これで。ふんふんふん、暑さはしのげてるわ。暑さゲージは、奥の方に進むと暑さゲージ上がっ、あー、無理か。え、これ、ギリじゃないと無理なん？あ、でもいけてる。あ、これ、待って、松明あるから。あれ、なんやろ、松明で温度上がってる？あ、なんか場所によっては、ん？熱くなる。ん？なんやこれ。松明か、やっぱ。これなんなん？何が出るんやろ、これ。あ、取れへんか。やばい！え？落ちた！いやー、これ怖いぞ、この落ち方。大丈夫かー？いや待って、はぁ、ちょっと待って、えぐいえぐい、ちょっと待って、えぐいえぐい、はぁ、なやこれ、ええぐい、アルファラプトルのとこからスタートしてる。やばいやばいやばい、待って、氷降りとる、氷降りとる、ちょっと待って、はこいつ強っ、ちょっと待って、氷にダメージいっちゃう、ちょっと待って、もう危な、なんでお前生きてんねん、氷、いやえぐいえぐい、ちょ氷マジ大丈夫、一発も食らってねえ。何食ったのお前。調子乗んな、悪い、これ。いや、なんでこんなとこ始まんねん、マジで。ザオ。まあ、まあ、とりあえずよかった。とりあえずよかったわ。とりあえず行こう。また落ちてくるんや、そっから。さあ、着いたよ。仕切り直し。いや、これ、鎧でもいけるかな。ちょ、一回行ってみよう。いやー、無理か。さすがに暑いか。さすがに暑いね。布を切るか、まあ、全部じゃなくても良さそうやからちょっと一部作って、でシャツ、あーシャツまで着たらいける。でこんな感じ、今の俺めっちゃきしょいめっちゃきしょいけど、ちょっとこれでいこう。ブーツは、あ、ブーツあかんわ。よし、これでいきましょう。ちょっときしょいけどな、めっちゃきもいまあいいや。でこのね、なんか謎の石を取ろうとしたら落ちたんよな。よし、行くと。こういう感じで溶岩が大量にあるんよな。やば、怖すぎ。これ溶岩当たって即死かな。あ、ちゃうちゃうな。そういえば一回山の上の方で溶岩当たったけど死にかけただけだ。さあどう、強さ、やっぱ一匹やったらきついか。よし、なかなか過酷な。うわー、温度上がっとる。くっそ、ギリじゃないと無理か。いや、いけるね、ゴリ一匹で。ただこのゴンザレスから降ろされた時はマジやべえ。今防具雑魚いから、これゴミが無双じゃ、これ、よしよしよし、ゴミがいいね。あー、この赤いとこ熱いんや。ちょっと、あちゃあちゃあちゃ、くそ、全身布にするか。こうなってくると、くー、なかなか厳いぞ。布ズボンんで布帽子、よし、暗いねー。はい、おいおい、よし、まあとりあえず大丈夫そうやな。こいつマジで強え全然ゴンザ一匹でいけるな。あんまダメージ食らってねえもんな。ほら。おい。力の差がありすぎる。この虫キャラどもと。おい。カスどもこれ。お前ら何匹束になってきてもな。勝てんのじゃ俺にはよ。絵面やべえ。地獄や。やっぱ勝てえな、こいつら。うん。特にゴンザの体力は全然減ってませんね。ほれ。ザゴエ。ほれ。こいつらさばいとくか、一応。キッチンは前回の洞窟でも大量に拾ったんで、まあいいでしょう。ゴンザ、鎧は大丈夫か？結構ダメージ食らわされてるけど。ああ、鎧結構減ってんね。で、レベルも上がると。攻撃力かな？早くドツキ殺したら、攻撃されずに済むってことやから。攻撃力は大事です。まずい！くっそ！まずい！まあ
か、まだ間に合うか、ゴンザ回収いけるかな、割と近いところで復活したぞ。いやマグマ、ゴンザ死亡マークまだ出てない、あいつどうなったやろ溶岩の中で。いやーこれどうしよう、もう絶対死んだなゴンザ、まだ死なへんぞゴンザレス。これで生きとったらほんまに泣ける。でも生きとったところでどうやって回収しよう、てか俺のアイテムも絶対回収できん。まずい、マジでまずい、マジでまずい、マジでまずい、いや、ああ、いやー、待て、ほんまにしん、ほんまにしん、あ、もう死んだ、どうぞ、こら、あ、あ、痛い、痛い、お尻痛い、お尻痛い、ちょっと、お前待って、ゴンザどころじゃないやん、てか、ここりは、ここか、あ、やばい、ほんまにアホなことしたかも、やばい、焦りすぎ、焦りすぎ、よし、小堀はもう、無理やろな。いや、まだログ出てないぞ。いや、ワンチャンある。マジでワンチャンある。俺、すっぱだかで、この洞窟なんか、てか、いける？じゃあ、もう一回行ってみるか。たぶん、気合で乗り込む。し、なんもおらんぞ。よし、死んだままや。ゴンザー？ゴンザ！ゴンザレス！いや、ゴンザレス、どうなった？いや、まだ希望は捨てたあかん。水分もえぐい。いや、わからん。一旦ちょっと作戦考えよう。今言ってももう一回死ぬだけや。いや、もうこの溶岩の中ってもう入りようないよな。いや、これまだ死んだマークは出てないんですよね。びっくりすることに。ちょっと一回体力も落ち着いてきたし、もう一回だけ覗きに行くか。なんかところどころインベントリー落ちとんな。何のインベントリーやろあれ。しっ、うらー、体力やべえ、体力やべえ、マジやべえ、クソ脱水も来た、体力まあ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 ちょっと耐えれる。危ない、この下やんな。いや、どうせ死ぬんやったら一回下潜って見てみるか、どうせ死ぬもん俺。いや、ワンチャンないかな。でも死亡マークがまだ出てへんのは救いではあるんやけど。でも、こんなん落ちたら、でももう復活できんがな。やばい、来た。し、一旦ここに隠れよう。し、ここやったらこれやろ、ボケ！ザーココモリが。悲しい、この口笛。今ね、ヤフーの知恵袋に溶岩に落ちたペットはどうなりますかっていう口コミがあったんやけど、ペットが溶岩に落ちていればダメージを受け続けるので死にますってコメントがあった。つまりそういうことやな。まあちょっと何も失うもんないし、もう一回だけ覗き込んでみるか。ちょっと落ちたところでね、ここやんね。いや、何もおらんかったよな。終わりや。一旦帰りますか。マジでワンチャン生きとうとかない？いやー、まあでも一匹で来といてマジでよかったな。これに関しては、みんなで来てたらみんな死んでたぞ。泣きそう。マジであそこはもうゴリラ一匹連れてって、
自分も装備強くしといても結構俺自分で殺してった方がいい気がしたな。あのゴリで一緒に飛ぼうとするとああいう事故が起きるから。いや、あんな段差納豆と思ってなかった。普通に床あると思ってた。いや、全ロスとしてもだな。全ロス。うわーってことは職人のクロスボウとかも激レアのクロスボウたちが。いやー、小堀とも長い旅しとったんやけどな。小堀も割と最古さんぐらいのメンバーになってくるんちゃうか。最古さんではないけど古さん系のメンバーになってくるんやけどな。小堀もみんなー、ただいま。あ、スタミナがない。落ちてゆく。みんなごめん。みんなごめん。俺のミスでゴンザレスが溶岩で溶けて死んでもった。以上、ゴリラスタジオでした。バイビー。うんこすなお前。大事な話しとる。コゴリも死にました。みんなごめん。お疲れ様でした。すいませんでした。みんなごめん、ほんまに。何ポションなの。